ピーちゃん半袖寒くない？いや案外さ暑いんだよ。あ、てかさ皆さんちょっと聞いてくださいよ。あー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 、え、どうですか？あーいやテンションが上がる。え、何が変わったかわかりますか？はい、何が変わったかわかりますか？あー、綺麗な声反響線。そうなんですよ。まあなんか今まではだましだましね、結構こう大きなついたてをボーンボードをね周りで囲って配信してたの、反響しないように。それをね防音室買ったわけじゃなくて、防音室入れると結構きついのね、この部屋が。防音室入れれるぐらいのあれではなくて、でだから防音加工をしたんですよ。壁に防音素材をね貼り付けたの、あたり一面に。そう、防音加工したんですよ。ダイパーはなんか響き方違うなんか響き方違くね。え、どうでした？ショットガンになったなんかでもそうだよね、ちょっと重い感じになった。サイレンサー付きサイレンサー付きにしては結構音でかいけどな。机いい音出してる。なんかね、最初はこの IKEA で買った机を部屋から出してくださいって言われてたの、バラバラに解体して。でもさ、この IKEA の机、 IKEA の人を呼んで組み立ててもらったの、これ。だからスイちゃん自分で組み立てられないし、なんだったら自分でバラせもしないから無理ですスイちゃんすぐ無理ですっていう無理ですって言ってさ。そう、なんかでもね、結果バラさなくてもいいよってことになって大変助かった。業者さんに防音してもらった。あ、そうそう、業者さんにね防音してもらった。メルちゃん家に行った時に、メルちゃん家がそのなんかいい感じに加工されてあって、でメルちゃんに、ねえねえねえ、このこれどうやってやったの教えてよっつって聞いて、うん、教えてあげるっつって教えてもらったの。防音のお値段は？なもん聞いちゃあかんって。なもん聞いちゃあかん。あ、でもね、防音室よりは安い。じゃあお高いんですね。いやー、そうよ、結構ねお高いですから。防音室レンタルするって言うてなかったっけ。そうだから防音室入れようか悩んだんだけど、防音室入れるとなんかそのお部屋の何ですか、雰囲気がなんかなーっていうのと、そのこの部屋に入れるにはスイちゃんの入れたい防音室がなんか入らないんで、ワンサイズ小さいやつになりますって言われて、やだってなってお部屋自体を加工しました。そしたらさ、壁紙みたいなもんも選べんの。どんな色にしますかみたいな、シートはって言って、なんかシックな感じのやつにして、加工が終わってからお部屋入ってふわーってなって、いやーね、もう昨日は作業が進みましたよ。とんでもなく溜まってた作業をめちゃめちゃやりましたモチベが上がった。モチベが、なんでみこちなん、おわーおわーが全部みこちだと思わない。歌見たって予定ありますか？いや、そうなのよ、なんか家で歌見た撮りたかったんだけど、いや忙しいのもあったんだけど、この反響があってなかなか撮れなくて、でももう反響がなくなったから、反響がなくなったから、そろそろ撮れるわ歌見たも